東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか AFC チャンピオンズリーグは20日 グループリーグ第5節を行った。H 組の2位浦和レッズは、敵地で首位シドニー FC と対戦。スコアレスドローに終わったが、勝ち点1を積み重ねた浦和の2位以上が確定し、8年ぶりのグループリーグ突破を決めた。2位の浦和は、19日に行われた3位ポハン・スティーラーズが広州交代に敗れたため、敵地での首位シドニー FC 戦に、引き分け以上の結果が得られれば、決勝トーナメント進出が決まる。敗れた場合でも、 最終節で引き分け以上なならば、突破となる。浦和の決勝トーナメント進出となればベスト4に終わった2008年以来8年ぶりとなる積極的な入りを見せたのは敵地の浦和フォワードムトーユウ佑キが流動的に前線で動き回ってパスを受け相手の守備を惑わせると前半9分に左サイドでパスを受けたムトウが上げたクロスをディフェンダーマシュージャーマンがクリアミスこれがフォワードズラタンの足元に入り フォワードリタダナリに送ると、リが迷うことなく、左足を振り抜く。決定機だったが、相手ディフェンダーに当たって、わずかに枠を外れた。ミッドフィルダー、梅崎司も躍動する。前半28分、後方からのパスで、左サイドを抜け出した梅崎が、グラウンダーのクロスを送ると、ニアにズラタンが滑り込んだが、わずかに合わず。守備ではディフェンダーエンドを渡るが、相手の突破を許さないなど、裏はペースで試合を進める。 しかし、いい時間帯で得点を奪えなかった浦和は、同、36分にカウンターを受けたが、ミッドフィルダークリストファー・ナウモフのシュート精度を欠き、難を逃れた。前半をスコアレスで折り返した浦和は、後半6分に、ペナルティーエリア手前でフリーキックを与えてしまう。シドニー FC は、持ち味の高さではなく、あえて足元に入れたが、遠藤が体を張ったブロックで得点を許さない。同、11分に、歯にアクシデントが発生し、 相手と競り合った際に足首をひねったズラタンがフォワードコロキ心臓との交代を余儀なくされたその後も浦和は前半のような攻撃のリズムを作ることができず苦しい時間が続くするとペトロビッチ監督は後半25分に無藤に変えてミッドフィルダー青木拓也の投入を決断ボールをキープする場面を多く作りリズムを取り戻そうと試みた同33分には ミッドフィルダー柏木陽介のヒールパスからゴールキーパーと1対1となったコーロキが右足シュートゴールキーパーベドライン・ヤンイエトビッチが引いたボールを再びコーロキが左足で狙ったが決定機で決めきれず点を仰いだ浦和はすでに決勝トーナメント進出を決めているシドニー FC の守備を最後まで突破することができずゼロのゼロでタイムアップ勝ち点1獲得にとどまったが直接打 対決1勝1分けの3位、甲州高大と勝ち点3差となり、昨季アジア王者の甲州高大、2009年王者のポハン、シドニー FC と厳しい戦いが予想されたグループの突破を決めた。なお、この時点で、昨季アジア王者の甲州高大の敗退が決まった。